はいつころまかり下りてはべりしついでにありさま御霊によりてはべりしかば今日にてこそところへぬようになりけれ今日にてこそところへぬようなりけれそこらはるかにいかめしゅうしめて作れるさまさはいえど国のつかさにて仕置きすることなれば残りの弱い豊かに不べき心構えも似なくしにしたりけりで先だって西の方へ出かけ明石のあたりへ出かけました、あるいはそう明石のあたりと言わない方がいいですね西の方へ、下りましたそのついでにその入道の様子を見るために寄って見ましたところが都にいてこそ所得ぬようなりけれいかにも都におりましてこそ身分にそぐわないような適当な場所適当な住まいを得ないような様子でございましたけれども明石の裏においてはそこらはるかにいかめしゅうしめて作れる様そのあたりを広々と土地を囲いまして屋敷を作っております様子なんといっても国の司にて詩を聞けることなれば国司の財力でやったことでございますからして国司の財力でしつらえたことでございますからして残世を豊かに暮らすことのできる心構えもこの上なく整えておりましてございます。後の世の務めも意図よくしてなかなか奉仕まさりしたる人に何はべりけると申せばさてその娘はと問いたもう さらにその上御世の務め この世を終わって次の世の極楽往生のための務め極楽往生のための供養なんかも大層心を配ってよく務めておりましてあの様子を見ますとなかなか奉仕まさりしたる人に何はべりける奉仕になって帰ってよかったと思われるそういう状態でございます。そんなふうに申し上げると源氏の君はさてその娘はと問いたもうその娘の様子はさてどうだい18の若君はすぐにやっぱりその娘のことが気になるわけですね。